はい、こんにちは。日本改革党豊島区議会議員くつだりょうでございます。滝沢様、お手紙いただきました。ありがとうございます。岸本様、小林様、時子様、水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。何度もご支援くださり、ありがとうございます。参院選に出る予定ですんで、金かかりますんでありがたいでございます。メール党員になって、日本改革党をご支援ください。動画説明欄もしくは私のツイッターから、東京地区の支部長募集しております。よろしくお願いします。今日は環境清掃委員会でした。豊島区委員会のね、それでですね、まあ環境清掃委員会の話では関係ないですけれども、先生こういうの出てますって、あの事務局の人持ってきてくれて、日本国にも本格的な情報部設置をっていうですね、意見書を政府に出してくれっていうですね、陳情が出てました。豊島区議会がそういう意見書を政府に出してくれっていう陳情ですね。これ読むと対外的な情報省の設置、を求めるって書いてあったんですけど、まあ、これにはあの賛成せざるを得ないですね。情報部なくて、商社に現地の情報を頼ってる外務省なんて情けないですからね。世界でもないでしょ、情報部ない国家なんて。一応ね、あの公安調査庁が情報部名乗ってますけど、あの人ら、あの私もお付き合いありますけれども、公務員名簿に本名、住所、電話番号載ってるような真っ当な人らなんですよ。ですんでね、あの映画に出てくる CIA とか MI6 みたいな影の仕事、裏の仕事、汚れ仕事、するような人らじゃないんですよね。そういうことする、戸籍がない人とか何人にもなれる人とか、そういうようなね、あのまあスパイ的なあの必要だと思いますよ。スパイ防止法まず作ってですね、それ運用する部署、つまりスパイを取り締まる部署です、ここは、みたいなの作ってですね、発足すれば、左翼も反対しにくくなる、でしょうけどね。こういう陳情はですね、左翼が異常に熱心だったんですけど、今回は6個ある陳情のうち2つが右っぽかったです。これも含めてね、時代の変化でしょうか。左翼が陳情に異常な熱心な理由はですね、そこに住んでりゃ外国人でも出せる陳情なら、投票はできねえけど、投票できないから陳情とかに一生懸命頑張ってるっていう思考だと思われますね。日本名書いてあったって日本人かどうかは分かりゃしねえもんね、陳情出す人ね。役所でも陳情は書類、出してもらうだけで、書いてある住所が本当かどうか確認もしないですからここだけの話、確認もしないですから。だから私住んでないね、千代田区とか港区の住所適当に書いて陳情出してもわかんねえんだわね。千代田区議会事務局は確認しやしねえから。昨日祖師ヶ谷大蔵で政治活動してまいりました。長谷川誠世田谷支部長、よろしくお願いいたします。父親が日本にいるからっつう理由でですね、約40万円の出産一時金をですね、海外出産した夫婦に、奥さんが中国で産んだ子供に、なんで日本が40万円払ってやんなくちゃなんねえの、必要あんのと凱旋してまいりました。これ出産一時金40万円って、産婦人科の保護のためなんですよ。だいたい同額ぐらいかかんですけど、産婦人科に払うんですけど、でね、産婦人科はどんな人にも産むなって言えねえから、生まれてくるもんしょうがねえから、まあ仕事しますよね。そこで、いきなり実は無一文ですとか、お金払えません
って言われると産婦人科が困っちゃうから、税金っていうか国保に含まれるんですけど、国保で40万出してまあそれで払いなさいよっていうですね、意味の40万円なんです。つまり産婦人科の病院保護トリッパグレット大損だからっていうことなんですけど、なんで中国で産んだ子供にも出してやんなくちゃなんねえの、中国の病院がトリッパグレットってこんなの知らねえんじゃねえ俺ら、どうでもいいんじゃねえの、おかしいべって話なんですけどね。それとですね、荒川区では 3% の人口の中国人が出産一時金給付総額の 26% がめてた。つまり日本人や他の外国人よりも9倍多かったっていうことなんですけど、そんな埋める？埋めますか？荒川区の答えは、答弁は、荒川区にいる中国人は若いからかなーなんていうふぬけたものでした。何にも考えてないような答えでした。そんでですね、小坂英二議員頑張ってですね、まあ、中国の病院の出産証明書持ってきやがるのよ。荒川区役所に。でね、お金ちょうだいってなんですけど、中国なんか、あれだっぺって、金さえ出せば、正規のパスポートですら偽造してくれんだから、出産保証書なんて、金出しゃ、作ってくれんでしょうよ、その病院。はい、来たなんつって、さらさらさらなんつってね。なもんで荒川区で対策としてですね、現地の病院に電話して確認すかな、っていうようなことを告知した途端にですね、申請が半分になったと。半分つったって、13%、12%、3% の連中が、まだまだ多いんですけどね。それもね、そもそも出すなよ。なんで外国人の出産に、日本政府、通貨、国保、国民健康保険って、日本人健康保険じゃ、ねえのかよ。っていう話なんですけどね。だいたい民主党政権がおかしいわ。外国人も、日本人健康保険、加入していいです。みてえなね。民主党政権の前は、確かね、5年住まないと、入れませんとか、厳しかったんですよ。割と。それが民主党政権で3ヶ月住めばいいよみたいな、そんなになっちゃってね、こんなありさまになっております。あと祖師ヶ谷大蔵で通りすがりの爺さんにですね、スクランブル放送にすると NHK が困るんじゃないか、なくなるんじゃないか、心配していた爺さんに絡まれました。そうならないように企業努力すりゃいいんですよ、 NHK がつったってね。あと NHK 教育なくなったら困るなんつってから、なくなってもいいですよ、教育動画いっぱい転がってっからネットに、で全然困んねえですよって言っても全然ね、話通じずグダ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 なんか言っておりました。とにかくまあ言いたいことはスクランブルに反対ってことらしいんですけど、じいさんね、NHK が心配だったらな、3つも4つも契約して人の3倍も4倍も金払ってやったらいいんじゃねえの？もしくはですね、そんな心配だったら、そんな NHK がなくなると困るつんだったら、寄付してやれよ、NHK に。全財産を売り払って、NHK に寄付してやればいいんじゃねえの？って思いました。まあ言わなかったですけどね。ああいうじいさんにですね、なんだのかんだの反論すると、いつまでも話終わんねえから、どうせ日本改革党の支部長には投票してくんねえだろうから、ああいうじいさんは。何でもかんでも何か言われたら、なるほど、ごもっともですって言ってりゃ、満足して早く帰ってくれるのかななんて思いました。文藝春秋、昨日の号ですね。NHK 職員が、前田会長の強引な改革に猛反発。若手中堅が次々と退局。紅白がなくなる。
文藝春秋は文春ですか？文春が前田会長に確認したところ、全体的に見直すとは言ったけどなくすまでは言ってませんという返答だったそうであります。ネットの反応、受信料取りすぎ、そもそも歌合戦って意味不明、大河も打ち切りでいいよ。そうだよね、大河投げればないで金かかったあの時代劇の映画とかできんじゃねえの、ネットフリックスとかで。せっかくなら NHK を打ち切ればスクランブルにしろよ。テレビ局にとっては重大事件かもしれないが、視聴者からすればどうでもいい。 NHK 自体いらんからな。 NHK 職員有志は芸能事務所からのリベートなくなるから必死。これ紅白に出してもらいたい芸能事務所、なんつってもね、紅白出場歌手っていう箔がついて一色できますんで、芸能事務所はそれは熱心ですよ。NHK のあのプロデューサーからディレクターから金包みますよ。場合によってはですね、自分の事務所の売れねえ女の子、ちょっと行って抱かれてこい。やりますよ。ここ何年も見てないからどうでもいい。試験ですけど、まあ前田会長のスローガンはスリムで強靭な NHK だそうで、まあ生き残りかけてんですよね。会長は改革してて職員に憎まれてるみたいですけど、まあまあ NHK の生き残り目指してんで、まあ我々にとっては敵だな。 NHK スクランブルにしろよ。で、売り上げ半減して潰れろっていうのが私の方針ですからね。前田会長の番組全体を見直す発言には十数人の職員が反発し、文春に会長の悪口を持ち込んだっていう記事ですね。紅白がなくなるとか言ってんだって。それで皆さん、それは大変だって、思わせたい記事なんですけど、煽り記事なんですけど、まあ文句垂れてる職員十数人はですね、会長の改革で出世コース外れた連中か、芸能事務所から大金と正常料されていた連中でしょうね。紅白なくなったら困るわ、毎年当てにしてたのみたいな。まあ紅白なくなったら困るって叫んでますけど、俺がっていうことなんですよね。こっちはもう20年以上かな、紅白見てないけど全然困んねえですよ。俺だけ金だけ今だけ乗り切りたいって浅ましいんだわね。俺らから既得権益を奪うなーっていうのが本音でしょ。居酒屋で社長の悪口言ってる無能社員とですね、何も違わないですね。音楽ならつべにいくらでもあります、全然困んねえであります。音楽に関しても、紅白の時しか見ないマイナー歌手がベテランずらして、出てる風習変わったのかな今ではな。見てねえからわかんないですけど、この人の曲これしか知らねえなんていう、普段全く見ねえ人、どこで何やってんだかわかんねえ人がベテランずらして年に1回、出てましたよね。今の靴沢のお気に入り曲はこちら、スパイファミリー喜劇、ドリフターズマーミリオン、パリピ孔明チキチキバンバンと気分上々、最弱無敗の真相気流のエンディングテーマライムツリー、骸骨騎士様、僕らが愚かだなんて誰が言った、全部爪にあります。紅白は愚か、テレビなんかいりません、全然。骸骨騎士様のエンディングかな、僕らが愚かだなんては結構ね、早口で何言ってっか全然わかんないですけど、結構いいです。最近聞きまくっております。現在 NHK では若手中堅社員が次々と退局しているという、でまあこいつら十数人の職員の証言なんですけど、50代ぐらいの職員だったら逃げ切り狙うだろうけど、20代とかで先が長い職員は不安を感じて辞めちゃうんじゃないでしょうか。NHK 以上に美味しい職場あったらそっち行くんじゃないでしょうか。スクランブルデモとかやられると不安になりますよね。
特に若い方、30年後も NHK は存在してんのかな、俺は定年まであと33年あっけど NHK あるんだろうかそれまで、不安になっちゃいますよね、我々おっさんたちが頑張るんで多分無理ですよ、 NHK はないですよ、もうあと数年だって危ないですよね、いよいよテレビ見る人が全然いなくなっちゃって、昨日絡まれたじいさんみたいに NHK なくなると困るなんて言う人数も減っちゃって誰もかばってくれねえと、で有権者の過半数が NHK なくてもよくねえんで、思えば俺らの勝ちであります、多分20代のNHK 職員は30年ローンとかで家を買う気にならないんじゃ、なれないんじゃ、 NHK あと30年もあんのかな、不安でね、4月28日ドイツ首相のショルツさん、来日しましたけれども、その時岸田総理ね、ベルリン市にある慰安婦像について引き続き設置されているのは残念だ、日本の立場とは全く違うと、撤去に向けた協力を求めたと、ああしてこうして言うわけじゃないんですけど、まあまあ匂わしたって程度でしょうかね、ネットの反応です、岸田が自らやるとは思えない、外務省に言えって言われたか、俺もそう思う、誰かに言えって言われた、空っぽ総理ですから自分じゃ何にも考えねえと、岸田がやっと仕事した、こんなの仕事のうちに入んねえかんね、あれやってこれやってって具体的に何も言ってるんだから、口先だけでも黙ってるより良い、バカバカしいけど言っていくのが正解なんだろうな、黙ってたら好きなように嘘をつかれるし、民間が勝手にとか言いながら国が補助金出してるし、アメリカなんかで活動してる韓国人団体も韓国政府が金出してます、でこういうことやってああいうことやってみたいな指図もあります、我が国にある民団も7割が韓国政府からの予算です、民間の組織じゃありません。まあ、その代わりね、民団は、なんかビザとかパスポートの業務、韓国大使館から下請けでやってるらしいんですけどね。そんなわけで、半分大使館みたいなもんだから、民団抗議凱旋とか、なかなか許可されないんだろうな。ドイツに不明だね。若い韓国人嫁いるシュレイダーのジジイは、日本の鳩山幸雄、そっかシュレイダーの時代に慰安婦像建てられちったのか、韓国に撤去しろってガンガン制裁すべき、むしろ世界中に雷大藩像を建てろ、そうだね、嫌がらせの反撃で雷大藩の像を世界中建ててもいぐれだね、試験ですけど、まあ、竹島の住んでる敵の韓国政府の補助金が入っている民間団体が、ベルリン市の無知でいい人ぶりたい市長と議員を騙して立てさせたと、数年前ですね。つまり韓国政府の差し金であるから、さすがね、スケートリンク増やすより、審判買収に精出す連中だな、考えが斜め上だよな、ドイツ首相に言うよりですね、韓国政府に直接ベルリンの像は合意違反だぞって言うべきですよ、そういう認識で、政権が持たないんで連中は土下座して、日本に土下座して自ら撤去はできないです、そうすると出馬でも出馬でも約束守れっつって言ってられますでしょ、だからベルリンの慰安婦像も合意違反であると日本政府は認識しているっていうことを伝えた方がいいね、いつまでたっても約束守んで、って言えっから、アメリカのグレンデールとかいう市にも立ってなかった、今月下旬にですねバイデン来るみてえなんで、これも言っておいた方がええですね、我が国の外交方針と、全く反する、残念だぐらい言っといた方がいい、というわけで、なんでかんで欲しいスパイ防止法なんですけど、ロシアへの
追加制裁を閣議決定したそうであります。量子コンピューターや 3D プリンターなど先端技術輸出禁止等、ミシュスチン首相含む141人の資産凍結などだそうであります。ネットの反応です。スパイ防止法ないと意味ないよ。日本国内にも驚くほどロシアのスパイ入り込んでますね。で、なんだのかんだのなんだのかんだの、書き込んでネットに投稿して金ばらまいてロシアの味方増やしてますよね。橋本徹とか宗男とか、あとはなんだサンモニに出るようなメンバー全員、レッドチームとその審判をなんとかしないと解決しない。中国経由でいくらでも流れそうだが、これ先端技術の話ですか。ないものを凍結とか、若い世代は知らない。ココム復活、中国にも禁輸しないと意味がない。先端技術か。中国経由でダダ漏れでしょうね。多少割高になってもですね、中国は2割、ね、石油とガスで支払えばいいし、ロシア国内の油田やガス田の、破壊工作しないとしぶといんじゃ。いくら制裁しても資源国ですからしぶといんじゃないのかな。まあ、資源国は羨ましいですね。日本からも石油ガバ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 出てれば ABCD 包囲網食らってもそんなに困んねくて海戦に踏み切り願ったんじゃねえのかな。ロシア首相の資産凍結って日本にそんなに預けてないんじゃないの。ロシア首相もそうですけど、他の141人もそんなねないんじゃないの。まあ米国もですね、自衛隊の年間予算に匹敵する 5.2 兆円分の兵器供与をウクライナにするって発表したし、まあやれることやらないとね、やる気ないだろって思われちゃうから、できることはした方がいいですよね。立憲共産社民令和の有害野党が共同で難民認定などを行う独立性の高い難民保護委員会の設置法案を提出したそうであります。まったうっさんくせもの。ネットの反応です。こりゃあやばい。絶対お断りだわ。治安をぶっ壊す気満々、その難民に税金が注ぎ込まれるんだが、日本人の利益にどうつながるのか説明しろ。ああこりゃ通しちゃダメなやつ。どこぞの半島から経済難民がゴロゴロ来てあちこち不法占拠する。まあ、難民保護委員会とか言ってるからね、自分たちの都合いい人間を難民認定して選挙権を与えようとしている。委員は全員外人です。外国人のためにはいくらでも働くのに、日本人のためには何もしない奴ら。飛行機でやってくるのは難民ではない。そうだよね、飛行機乗れんだからさ、難民でも何でもねえじゃん。むしろ豊かな連中。試験ですけど、論外野党が提出した法案イコール全部潰すべきですね。一個たりとも通させないべきですね。あいつら帝国と我々の敵ですからね。民主党が政権取ってもですね、実現できなかった日本人だけ取り締まるゲシュタポの人権委員会、人権擁護委員会っていうのまだ諦めなかったみたいだな。難民保護委員会って、まあ、名前は変わってますけどね。どうせ仲間が仲間を引き入れてですね、学術会議みたいになりますよ。気がついた時には真っ赤っかど左で、公務員じゃねえですからっつって外国人もシャラッといると。いくらでも難民認定して特別永住資格を安売りする気だろう。そうはいくかと。特別永住資格がありますけど、あれはね、朝鮮戦争の難民つうことで特別に出してんですよ。でね、いつまでたっても朝鮮戦争終わんねえから、70年も休戦しててやる気あんのかおめえらっていう感じなんですけどね。日本人にとったらどんな被害があってもいいので、両国に
北朝鮮と韓国両国にどんな大被害損害があってもいいのでやり合って終わらせろよ。いつまで休戦してんだよ。それさえ終われば特別に出してる永住資格これカットできますからね、廃止できますからね。日本人以外の人権保護には熱心なんですよね、あの立憲とか共産とかね。早くあの再起不能に弱らないかな。今度の選挙で維新に敗れて、ボロボロと弱体化する予定ですけど、立憲なんかはね。武蔵野市外国人住民投票条例反対デモを道路に寝転ぶなどして妨害した30代から60代の17人を道交法違反で書類送検したそうであります。警視庁がネットの反応です。外国人住民投票条例に反対ですから、こっち側のデモですね、こっち側のデモを妨害した連中ですから、まあ書類送検されたのは左翼どもですね。主権の問題をヘイトとすり替えてる時点でもう議論する気がない。17人の国籍を知りたい。どっちが犯罪者かははっきりした。左翼は暴力や嫌がらせが大好き。法律を全然守る気のない左翼が政権を取ったら恐ろしいことになる。ちゃんと許可取って賛成でもすりゃいいだろう。自分たちは何をやってもよいと思うのが左翼の基本思想。まあ左翼は甘えと、言われるゆえんですね。俺しか言ってないですけど。私見です。有田芳生もやってましたね。道路に座り込んでデモを妨害するやつ、踏みつぶして、行けばいいんですけどね、気がついたら腰を下ろしてたかなんか卑怯な言い訳付きでやってました。有田芳生も、外国人の権利拡大を反対することに嫌がらせしたんだから、こいつら17人は外国人でしょうね。国籍が知りたいですよ。日本語喋って日本人のふりしてんじゃねえぞいつまでもって思いますけどね。道路に寝転ぶのも立派な政治活動でしょう。意思表示、外国人の政治活動は禁止されてるかな、条例に反対するっつう意見をですね、言論弾圧実力行使してる連中、さあ皆さんご一緒に論より大声嫌がらせ、論より大声嫌がらせ、これも私作った標語ですけれども、左翼が嫌がらせした時使いますね。何がですね、話し合いで戦争止めるだバーガーって感じ。話し合う気なんか全くねえっすよ。いきなり寝っ転がってさ、実力行使してた。通行を妨害した道交法違反で書類送検されたらしいんですけど、普通の国だったらスパイ防止法で逮捕されて徹底的に尋問されてますよ。誰に命令された、そいつどこ住んでる、その他に知らねえかみてえなことね。スパイ防止法が欲しいですね。30年ぐらい前に大反対食って、ポシャったんですけど、ポシャってそれっきりなんですけど、もう大丈夫じゃね、通んじゃね。公明党が反対してもいいように、維新と、民民あたり引き入れとけばいいんだねが、あーなんて思いますけれどもね。そういうわけでメール党員になって、日本改革党ご支援ください。今参院選で、ポスター代とかポスター貼りのお金とか、いろいろ計算しておりまして、あまりに金がかかるんでビビっております。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。